品川区役所戦略広報課発行品川区声の広報令和6年4月21日第2326号をお届けします。皆様こんにちは。いかがお過ごしですかそれでは今回の内容をご案内してまいりましょう。1番、ワックワックランド品川2番、品川区就業支援事業案内 あなたの働きたいを応援します。3番、国保基本検診、後期高齢者健康審査を受けて、目指そう健康長寿。4番、品川情報プラザ、お知らせ。5番、子育てピックアップ。6番、お知らせ。7番、健康ガイド。8番、応急診療所のご案内。9番、品川情報プラザ、 講座、公園、催し。10番、区民、交通障害保険の加入者を募集します。11番、品川情報プラザ、募集。12番、シニアニュース。13番、リサイクル、ゴミコーナー。以上の順にお伝えしてまいります。なお、これからご案内する記事の中で、お問い合わせの電話番号などをお伝えしていないものは、次のところへどうぞ。 郵便番号140-8715広町2-1-36第二庁舎6階文化観光課文化振興係電話5742-6836番障害学習係電話5742-6837番ファックスは共通で5742-6893番スポーツ推進課 地域スポーツ推進係。電話5742-6838番。ファックス5742-6585番。品川区スポーツ協会総合体育館。郵便番号141-0022。東五反田2-11-2。電話3449-4400番。ファックス3449-4401番。 受付時間は午前9時から午後7時まで。土曜日曜祝日は午後5時までです。戸越体育館、郵便番号142-0042、豊町2-1-17、電話3781-6600番、ファックス3781-6699番。以上です。 模様紙などで、費用を特にお伝えしていないものは無料です。対象は原則として、府内在住、在勤、在学の方です。詳しくは各担当にお尋ねください。内容についてのお問い合わせは、電話代表3777-1111番までどうぞ。また、区のホームページをご利用ください。アドレスは、 h t t p s w w w c i t y s h i n a g a w a t o k y o j p スラッシュです。<と>なお、声の広報の記事の中でホームページアドレスをお伝えする際、冒頭の http:// あるいは https コロンスラッシュスラッシュは省略していますのでご了承ください。それではおしまいまでごゆっくりお聞きください。はじめは、広がれ、夢と遊びのポケット。 ワックワックランド品川のご案内です。品川区の児童センター全館が集まる児童福祉週間にちなんだイベントです。どなたでも参加できる遊びや工作、スポーツなどいろいろな体験ができます。皆さんぜひ遊びに来てください。5月12日日曜日午前10時半から午後3時半、場所品川中央公園区役所前。 不展示は品川中央公園と区役所第二庁舎の駐車場で内容を一部変更して開催します。アプリ品川子どもポケットで児童センターの情報を発信中。隅地盤一面にアップストアと Google ググプレイの二次元コードが掲載されています。区公式 YouTube チャンネル、夢チャンネルでも発信中です。お問い合わせ。 子ども育成課、児童センター管理運営係、電話5742-7823番、FAX5742-6351 番です。ワックワックランド品川のご案内でした。 次は、品川区就業支援事業紹介。あなたの働きたいを応援しますをお伝えします。区では、ハローワークなどと連携して、様々な就業支援に取り組んでいます。ぜひ、ご利用ください。品川区就業センター、中小企業センター1階、西品川1-28-3、電話5498-6353番。 マックス5498の6354番ハローワークの専門相談員が常駐し、区と一体となり、地域に根ざした就業支援を行っています。解説日時、月曜から金曜、午前9時から午後5時、祝日、年末年始を除きます。職業相談、職業紹介、応募状況の確認や、求人企業への連絡など、 給職活動がスムーズに進むようサポートします。相談内容により時間がかかる場合があります。時間に余裕を持ってお越しください。求人検索。就業センターではおすすめの求人情報のほか、求人を探す際のポイントなども案内しています。また、ハローワーク品川ホームページ、ハローワークインターネットサービスから求人情報を検索できます。 ハローワーク品川、港区芝5-35-3、電話5419-8609番で行っている相談、事業所の求人申し込み、雇用保険、失業保険関係の手続き、職業訓練関係、他です。内職のご案内、自宅でできる簡単なアクセサリーの組み立て、データ入力作業などの 内職の紹介や相談に対応しています。また、事業所からの内職募集も受け付けています。初めて利用される方は、午後4時半までに窓口にお越しください。品川お仕事相談室。中小企業センター2階。電話5498-6351番。ファックス5498-6338番。 就職活動中や在職中の方が働き続けるためのサポートとして、就業相談、就業支援セミナー、出張ワークショップなどをしています。学生からシニアの方まで年齢、性別を問わず利用できます。就業相談、就業支援の専門家が丁寧に話を聞きアドバイスします。相談日時、月曜、金曜の 午前10時から午後5時、火曜から木曜日の午後1時から5時、祝日、年末年始を除きます。相談方法、対面、電話、オンライン、事前予約制、相談例、就職、転職活動や仕事上の悩み、子育て中の再就職活動、育児、介護、家庭と仕事の両立、 応募書類の添削や模擬面接など、相談時間は1回50分です。詳しくは品川お仕事相談室ホームページをご覧ください。就業支援セミナー、就職活動や日々の仕事に役立つセミナーを年に12回開催しています。申し込み方法など詳しくは品川お仕事相談室ホームページをご覧ください。 参加者募集。再就職したい女性のための就職活動準備講座。オンラインセミナー。育児や介護で一度離職した女性を対象に、就職活動の方法について解説します。5月22日水曜日、午前10時から11時。講師は就業支援セミナー講師、内海のり子氏。対象は就職活動中か、 就職を考えている女性の方、定員先着で30人。出張ワークショップ。お住まいの地域のカフェなどで、少人数で気軽に語り合えるワークショップを年に4回開催しています。詳しくは品川お仕事相談室ホームページをご覧ください。テーマ、私の仕事と子供の成長、女性対象。 セカンドキャリアを描こう。シニア対象。など。高齢者の仕事相談。無料職業紹介所。サポ品川。中小企業センター1階。電話5498-6357番。ファックス5498-6358番。概ね55歳以上の方を対象とした無料職業紹介所です。 きめ細かい職業相談や職業紹介が受けられます。また、就職面接会を年に数回開催しているほか、求人情報をサポ品川ホームページに掲載しています。開設日時、月曜から金曜の午前9時から午後5時、祝日年末年始を除きます。品川区シルバー人材センター、本部、 北品川3-11-16のの、電話3450-0711番、ファックス3471-6187番。区内在住で健康で働く意欲のある、おおむね60歳以上の方であれば、どなたでも会員になることができます。年会費2500円。また、シルバー人材センターホームページに、 就業情報を掲載しているほか、シルバー派遣事業も行っていますので、まずはご相談ください。解説日時、月曜から金曜の午前8時半から午後5時、祝日年末年始を除きます。入会説明会、予約制。4月25日木曜日午後3時から、場所は品川第一区民集会所。 北品川3-11-16、定員10人先着。申し込み方法、電話で品川区シルバー人材センター本部へお願いします。シルバー人材センターはホームページをリニューアルしました。お問い合わせ、地域産業振興課、中小企業支援担当、電話5498-6351番。 ファックス五5 4 9 8 6 3 3 8番です。品川区就業支援事業紹介、あなたの働きたいを応援しますをお伝えしました。続いて、国保基本検診。 後期高齢者健康審査を受けて、目指そう健康長寿をお伝えします。受診期間は4月下旬から7年1月31日。元気に年齢を重ねるために毎年検診を受診して体の状態を把握しましょう。生活習慣病などで治療中の方も受診できます。国保基本健診。 生活習慣病の早期発見や重症化を予防するための検診です。対象、品川区国民健康保険に加入している40歳から74歳の方。受診券発送時期は4月下旬です。3月2日から4月1日に品川区国民健康保険に加入届けをした方は5月下旬に発送。 4月2日から11月末日に品川区国民健康保険に加入届をした方は、ご連絡いただいた場合に発送します。加入届デビにより受信権が発行できない場合があります。検査内容、問診、血圧、福井含む身体測定、血液検査、尿検査、医師の判断により、 心電図、眼底検査を実施する場合があります。後期高齢者健康審査。元気に過ごすために必要な持病の重症化と心身の機能の衰えを調べます。対象、後期高齢者医療制度の加入者。介護施設などに入所している方は対象になりません。受診券発送時期は4月下旬。 昭和24年4月1日から5月31日生まれの方は4月下旬から5月上旬に順次発送。昭和24年6月1日から9月30日生まれの方は誕生日の前月末頃に発送。昭和24年10月1日から25年3月31日生まれの方は現在加入している保健者へご確認ください。 検査内容、問診、血圧、身体測定、血液検査、尿検査。医師の判断により、心電図、眼底検査を実施する場合があります。受診の3ステップです。まず、直接医療機関に申し込む。受診券同封の医療機関一覧表から選択してください。次に、受診券、問診票。 健康保険証を持って受診。1、2週間後、受診した医療機関で結果を受け取る。以上です。なお、健康保険証は、健康保険証利用登録済みのマイナンバーカードでも構いません。対応している医療機関のみです。早年期は、生活習慣病の早期発見、治療が大切です。 40歳以降は高血圧や糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病の早期発見や重症化予防が大切です。生活習慣病は自覚症状がほとんどなく進行します。食事や運動といった日常の生活習慣に気をつけるとともに定期的に検診を受けましょう。外来患者のうち、 自覚症状がなかったと回答した人の割合です。糖尿病45.8%高血圧33.2%高血圧症のものを除く心臓病28.9%脳血管疾患24.9%令和2年受療行動調査厚生労働省より 高齢期の低栄養、転倒、骨折に気をつけましょう。検診結果などから品川区の後期高齢者の健康課題は低栄養、転倒、骨折であることが分かっています。令和4年度後期高齢者健康審査受診者のうち半年間で体重が2キロから3キロ減少したと回答した方の割合は年齢を重ねるほど高くなっています。 半年間で体重が2キロから3キロ減少した人の割合です。75歳から79歳 11.2%80 歳から84歳 12.4%85 歳から89歳 14.7%90 歳以上13.5%また、加齢や活動量の低下により 筋肉量が減少すると、転倒のリスクも増加することが分かっています。過去1年以内に転んだことがある人の割合です。75歳から79歳13.2%、80歳から84歳16.7%、85歳から89歳22.4%、90歳以上32.3%です。 KDB システム、令和4年度、品川区、後期高齢者健康審査より、75歳以上の方の医療費、入院、外来の1位は骨折です。早得キャンペーンを実施します。7月31日までに、国保、基本検診、後期高齢者健康審査を受けた方の中から抽選で、各350人に、 カタログギフトをプレゼントします。詳しくは受信券同封の早得キャンペーンのお知らせをご覧ください。品川区第3期データヘルス計画。品川区第4期国保基本検診等実施計画を策定しました。品川区国民健康保険に加入している方の健康保持増進などを目指し、 生活習慣病対策を推進していくため、区の取り組みを掲げた計画を策定しました。詳しくは、区ホームページをご覧ください。お問い合わせ、国保医療年金課、保健指導係、電話5742-6902番、FAX5742-6876 番です。国保基本検診、後期高齢者健康審査を受けて、 目指そう、健康長寿をお伝えしました。代わって、品川情報プラザお知らせです。おもちゃの病院のお休み、4月27日土曜日、お問い合わせは消費者センター、電話、 6421-6136番。ファックス六64 6421-6132番です。第2回。ケアラー懇談会。5月13日月曜日。午後2時から3時。場所。ヤシオ区民集会所。ヤシオ5-10-27。対象。家族の介護や身の回りのお世話をしているケアラーの方。先着で10人。 お申し込みを問い合わせ、5月2日木曜日までに必ず届くように、電話か、本庁舎3階、高齢者福祉課や、介護事業所で配布する申し込み書を、郵便番号140-8715、品川区役所、高齢者福祉課、高齢者支援第2係へ、郵送かファックスでお願いします。 電話5742-6730番、FAX5742-6881 番です。スマートフォンやパソコンから品川区電子申請サービスによる申し込みができます。工場、指定作業場の届出について、製品の製造や加工などを行う工場やガソリンスタンド、洗濯事業場、 自動車駐車場などの指定作業場32種類を設置、変更、廃止する際は、都の環境確保条例で、区への届け出が義務付けられています。関係法令に基づく届出をしているかご確認をお願いします。お問い合わせは、環境課指導調査係、電話5742-6751番。 ファックス5742-6853番です。生活にお困りの時はご相談ください。生活上の不安や困りごとを一緒に考え、状況に応じた相談、支援を行います。月曜から金曜、午前9時から正午と午後1時から5時、祝日を除きます。場所、品川区暮らし仕事応援センター。 第二庁舎3階。対象は区内在住の方。生活保護受給中の方は対象外です。お問い合わせ。品川区暮らし仕事応援センター。電話5742-9117番。生活福祉課相談係。電話5742-6714番。ファックス5742-6798番です。 生活保護について、病気や怪我で働けなくなったり、何かの事情で収入がなくなったり、日々の暮らしに大変お困りの時はご相談ください。お問い合わせ、生活福祉課相談係、電話5742-6714番、ファックス5742-6798番です。品川介護福祉専門学校、昼間2年生、 5月のオープンキャンパス。5月18日土曜日午後2時から4時。内容、学校紹介、体験授業。高齢者、疑似体験。校内見学、個別相談など。対象、介護福祉士の仕事に興味がある方。保護者も参加できます。場所、お申し込み、お問い合わせ。ホームページの応募フォームか、電話で。 品川介護福祉専門学校、西品川1-28-3、電話5498-6364番、ファックス五5 4 9 8 6 3 6 7番、ホームページアドレス www.、www.shinasha-kyoiku.or.jp スラッシュ。 k-a-i-g-o スラッシュ o-p-e-n-c-a-m-p-u-s スラッシュへお願いします。当日参加もできます。シニア向け、就職面接会、予約制。主に、区内の仕事をご案内します。5月22日水曜日、午後1時から3時。場所、中小企業センター。 西品川1-28-3。対象、おおむね55歳以上の就職希望者。持ち物、写真を貼った履歴書、筆記用具。お申し込みお問い合わせ、5月20日月曜日までに電話で無料職業紹介所、サポ品川へ。電話、5498-6357番。 FAX5498-6358 番です。保養所をご利用ください。施設名と連絡先です。伊東市品川総電話055735-0321番。FAX055735-0345 番。ホームページアドレス www. s-h-i-n-a-g-a-w-a-s-o-u.com スラッシュ日光市光林荘電話028854-0988番ファックス028854-0954番ホームページアドレス www.k-o-r-i-n-s-o-u .com スラッシュです。お申し込み。区民の方、区内在住、在勤の方は、利用月の6ヶ月前の1日から、区民以外の方は、利用月の4ヶ月前の1日から、電話かファックス、ホームページの予約フォームで、代表者の住所、氏名、電話番号、利用施設、利用月日、人数を、 各施設へお知らせください。予約の受付は先着順です。ただし、繁忙期は抽選で、締め切りはそれぞれの受付開始月の月末午後6時です。品川総は改修工事のため、9月1日から令和7年1月31日の予約受付を休止します。降臨層は現在、 一般利用の予約受付を休止しています。団体利用については要相談となります。お問い合わせ、地域活動家、書務係、電話5742-6687番、ファックス5742-6877番です。アスベスト分析調査、除去工事費助成、女性、女性対象、1、 アスベスト分析調査費。2. アスベスト除去工事費。対象、区内の住宅、事務所、作業所、店舗、倉庫、駐車場などの所有者やマンション管理組合など。助成額。1. 分析調査費の10分の10。上限。1棟あたり5万円。二除去工事費の三分の二 上限、小建て50万円。共同住宅100万円、1棟あたりです。助成件数、1が6件、2が2件、先着順です。石綿等使用状況調査。利用中の建物のアスベスト含有建材の目視調査を無料で実施します。対象、区内の住宅、事務所、作業所、店舗。 倉庫、駐車場などの所有者や、賃借人など。件数、先着5件。お問い合わせは環境課指導調査係。電話5742の6751番。ファックス5742の6853番です。多文化共生等推進事業助成。地域に住む外国人との交流や生活などの支援。 多文化共生を推進する事業を行う団体に費用の一部を助成します。助成対象、次のいずれかにあたる事業。日本人を含む異なる国籍を持つ区民が地域で交流する。在住外国人の生活支援。在住外国人の日本語学習か学習支援。多文化共生の情勢や啓発。女性学。 対象経費の3分の2、上限10万円。申し込み期限、5月31日金曜日、午後5時。詳しくは、区ホームページや、本庁舎5回、総務課で配布する募集要項をご覧ください。お問い合わせ、総務課、平和、国際担当、電話57、5742-6691番、ファックス3 7 7 4の、 6356番です。スマートフォンやパソコンから品川区電子申請サービスによる申し込みができます。品川区住まいの防犯対策補助金。戸建て住宅に防犯設備を設置した場合、費用の一部を補助します。対象設備。1、防犯カメラ。2、録画機能付きインターホン。補助額。 設置費用の2分の1。上限。1は2万円。二は7000円。対象設備ごとに1回ずつ申請可能です。申請期限は令和7年3月31日月曜日。詳しくは、区ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。お問い合わせ。地域活動家、生活安全担当。電話、 5742-6592番、ファックス5 7 4 2 6 8 7 8番です。ボルダリング教室、4月28日日曜日、午前11時から午後1時、午後1時から3時。対象、小学4年生以上の方、先着、各20人。小学生は保護者が同伴してください。費用、各200円。 小学生は100円。場所、お申し込み、お問い合わせ。電話で、品川中央公園、管理事務所、区役所前。電話5740-5037番、FAX5740-5044 番へどうぞ。品川情報プラザ、お知らせでした。 次は、子育てピックアップです。18歳、高校生までを対象とした講座、スポーツや子育てに関する情報です。お知らせ、6年度、児童手当申請のお知らせ。5年度の児童手当、および特例給付、5年6月から6年5月分を所得超過により受給できなかった方のうち、5年中の所得が、 限度額未満になった方は5月中に児童手当認定請求書を提出してください。なお、支給は申請した月の翌月分から開始されます。所得が限度額未満かわからない場合でも申請できます。審査後に結果通知を送付します。詳しくは区ホームページをご覧ください。お問い合わせ。子育て応援課 手当医療助成担当。電話5742-6721番。ファックス5742-6387番です。6年度、就学援助申請のお知らせ。公立小、小中義務教育学校へお子さんを通学させている保護者の方に、公害、教授費などを援助しています。援助を受けるには、区内在住で、 所得が限度額を超えないなどの一定の要件があります。詳しくは学校で配布するお知らせと申請書をご確認ください。5年度に認定されていた方も申請が必要です。品川区外の公立学校にお子さんを通学させている方はお問い合わせください。申請、お問い合わせ。4月30日火曜日、決心有効までに 申請書を郵便番号140-8715品川区役所第2庁舎7階学務課学児係へ郵送課持参でお願いします。電話5742-6828番ファックス5742-0180番です。児童扶養手当特別児童扶養手当の額改定のお知らせ 児童扶養手当。子供一人の場合。令和5年4月から6年3月。44,140円から1410円。6年4月からは45,500円から1740円。子供二人目の加算額。5年4月から6年3月は14,20円から5,210円。 6年4月からは1750円から5380円。子供3人目以降の加算額。5年4月から6年3月は6250円から3130円。6年4月からは6450円から3230円になります。特別児童扶養手当。1級 令和5年4月から6年3月は53,700円。6年4月からは55,350円。2級5年4月から6年3月は35,760円。6年4月からは36,860円になります。自動扶養手当は五月、七月、九月、十一月、一月、三月に。 特別児童扶養手当は4月、8月、11月に支給月の前月分までが支給されます。支給要件や所得制限など詳しくはお問い合わせください。お問い合わせ。子育て応援課手当医療助成担当。電話5742-9174番。ファックス5 7 4 2 6 3 8 7番です。 模様子、親力を伸ばす子育てプログラム。子育てに向き合う養育者が集まり、子供との関係や子育てについて考えます。5月8日から7月10日の水曜日、午前10時から正午、全9回、7月3日を除きます。内容、子供との向き合い方が変わる、ポジティブ、ディシプリン。対象、 区内在住で18歳未満のお子さんを養育する、前回出席できる方、先着16人、未就学児の一時保育があります。お申し込み、4月30日火曜日までにお申し込みください。電子申請が難しい方はお問い合わせください。場所、お問い合わせ、子供家庭支援センター、双葉1-7-15、電話、 6421-5236番 FAX6421-5238 番スマートフォンやパソコンから品川区電子申請サービスによる申し込みができます講座ひとり親家庭学習支援事業ぐんぐんスクール1通年コース6月から令和7年3月の毎週土曜日 午後5時から7時。2、夏季集中コース、全10回。前半、7月29日月曜日から8月2日金曜日。後半、8月19日月曜日から23日金曜日。午前10時から午後4時。いずれも、場所は、ファミーユ、西品川。西品川1-16-2。内容、 学生などによる少人数の学習指導。対象、区内在住で一人親家庭のお子さん。1は小学5、6年生10人、中学高校生30人、2は中学高校生30人、先着です。お申し込み、5月24日金曜日までに電話か E メールで、 住所、氏名、学年、電話番号、保護者氏名を学びファクトリーへお知らせください。電話090-7028-1168番。e メール info-manabifact.com です。詳しくは区ホームページをご覧ください。お問い合わせ。 子育て応援課、ひとり親相談係。電話5742-6589番。ファックス五5 7 4 2 6 3 8 7番です。生活困窮者学習支援事業、明日塾。6月から令和7年3月の毎週水曜日午後5時から7時。場所、ファミーユ、西品川。西品川1-16-2。 内容、学生などによる少人数の学習指導。対象、区内在住で生活にお困りの家庭の中学生、先着で15人。お申し込み、電話か E メールで、住所氏名、学年、電話番号、保護者氏名を学びファクトリーへお知らせください。電話、九零七零二八の一一六八番。E メール。 info, アットマーク m-a-n-a-b-i-f-a-c-t com です。詳しくは、区ホームページをご覧ください。お問い合わせ、生活福祉課相談係、電話5742-6714番、ファックス五5 7 4 2 6 7 9 8番です。子育てピックアップでした。 続いてお知らせです。比較平和都市品川宣言制定40周年記念青少年長崎平和施設参加者募集8月8日木曜日から10日土曜日2泊3日区は昭和60年3月26日に核兵器の廃絶と世界の高級平和を願い比較平和都市品川宣言を行いました。 区では平和への思いを次世代に語り継いでいくため、毎年6人の青少年を被爆地である長崎に派遣しています。平和記念式典への参加、原爆資料館の見学、被爆体験の講話などを通して、平和の尊さや大切さについて考えてみませんか対象、定員、次のべてに当てはまる方、 抽選で6人。中学生から29歳。18歳以下は保護者の同意が必要です。計画に従って、他の参加者と協力し、規律ある団体行動ができる。事前学習会、6月下旬から7月に2日間。事後報告会、8月中旬から下旬に1日間。比較平和都市品川宣言。 40周年記念事業。令和7年3月下旬の土曜日曜に2日間参加できる方。詳しい日程は区ホームページでご確認いただくかお問い合わせください。期日までに参加費を納めることができる方。参加費3万円、交通費、宿泊費込みです。その他自己負担があります。 申し込み方法、お問い合わせ。5月16日木曜日、決心有効までに、品川区電子申請サービスか、はがきで、住所、振り仮名を振った氏名、生年月日、職業など、勤務先か、学校名、学年、電話番号、死亡動機200字程度、緊急連絡先、氏名、電話番号、18歳以下は、 保護者の氏名、電話番号を、郵便番号140-8715、品川区役所、総務課、平和、国際担当へお願いします。電話57、5742-6691番、ファックス三3 7 7 4 6 3 5 6番です。本庁舎5回、総務課や、地域センターなどで配布する、チラシ、 募集要項をご確認の上お申し込みください。品川区キャッシュレス決済ポイント還元事業実施期間6月1日土曜日から30日日曜日キャッシュレス決済で最大20%が戻ってくる昨今の物価高騰などの影響を踏まえ区民生活の下支えをするとともに区内経済の活性化を図るため キャッシュレス決済サービスと連携したポイント還元事業を実施します。対象決済サービス。楽天ペイ、au ペイ、コード支払い、d 払い、paypay。還元上限額。決済1回あたり2000円相当。不課税。決済サービスごとに、実施期間あたり1万円相当。不課税。対象店舗。 対象決済サービスを導入している区内中小店舗。一部対象外の店舗があります。各決済サービスの問い合わせ窓口。楽天ペイお問い合わせフォーム。https コロンスラッシュスラッシュ tinyurl.com スラッシュ数字の 37d 数字の6 XHR 数字の 3aupay フリーダイヤル0120-977-964番午前9時から午後8時 d 払い自治体キャンペーンコールセンターフリーダイヤル0120-114-331番午前9時半から午後5時半 paypay フリーダイヤル 0120-990-634番24時間詳しくは事業専用ホームページをご覧くださいお問い合わせ品川区キャッシュレス決済ポイント還元事業事務局電話6737-9357番 https コロンスラッシュスラッシュ ca shless- shina,gawacity.jp スラッシュ。地域産業振興課、商店街支援係、電話5498-6332番、ファックス三3 7 8 7 7 9 6 1番です。パブリックコメント、計画等を策定しました。計画等の概要、意見公募の結果をお知らせします。 パブリックコメントにご意見をお寄せいただきありがとうございました。計画等の全文とお寄せいただいたご意見の概要と区の考え方は各課の窓口のほか、第三庁舎3階、不正資料コーナー、区ホームページなどでご覧いただけます。それでは、計画等の名称、内容、人数、意見数、閲覧場所、問い合わせ先の順にお知らせします。 旧エバラ第四中学校跡地活用方針内容旧エバラ第四中学校の跡地を有効に活用し、区民の皆さんから引き続き愛される施設を整備するため、災害に対する区民の安全面や新たな魅力創出などを踏まえて策定した跡地活用方針です。人数、意見数24人から63件 品川区公共施設等総合計画改定社会情勢の変化や最新の人口動向を踏まえ長期的な視点で計画的に施設等の更新、等配合、長寿命化などを行い財政負担の軽減や公共施設等の最適な配置を実現するための計画です9人から49件以上 二つの計画等の閲覧場所。お問い合わせはいずれも企画課本庁舎5階電話5742-7863番、ファックス5742-6870番です。品川区内保育園等あり方基本方針。社会情勢の変化や区の保育需要を踏まえ、区立保育園の役割を 明確化するとともに、区立保育園や私立保育園等のあり方を示した方針です。129人から243件。閲覧場所、問い合わせ先。保育入園調整課。第二庁舎7階。電話5742-6936番。FAX5742-6350 番です。品川区学児制度審議会。 中間答申。安定的に児童生徒を受け入れる体制を確保するための方策や、学校改築などについての考え方を検討し、答申としてまとめました。8人から31件。閲覧場所問い合わせ先、学務課、第二庁舎7階、電話5742-6828番、ファックス5742-0180番です。 ホッケーのイベントに参加しませんか ?1. 品川区ホッケー教室。東京2020オリンピックの会場で東京ベルディの選手と一緒にホッケーを体験しませんか ?5 月19日日曜日、午前9時半から11時半。受付は午前9時からです。2. ホッケー日本リーグ観戦ツアー。 品川区を拠点に活動している男子ホッケーチームフリークス東京を応援しませんか ?5 月19日日曜日、試合観戦、午後1時から2時半、体験会、抽選会など、午後3時から3時半、試合前にイベントを実施予定です。いずれも会場、大井ホッケー競技場、ヤシオ4-1-19、1 19 対象定員、小学生以上の方、各120人程度抽選。応募多数の場合は、小中学生を優先し抽選となります。申し込み方法、お問い合わせ、5月7日火曜日までに必ず届くように、品川区電子申請サービスか、はがき、ファックス、1組5人までで、希望番号、代表者の住所、電話番号、 参加者全員の振り仮名を振った氏名、年齢。1は、ホッケー経験の有無を、郵便番号141-0022、東五丹田2-11-2、スポーツ協会へお知らせください。電話3449-4400番、ファックス3449-4401番です。詳しくは、区ホームページをご覧ください。 中小企業向けの女性事業を紹介します。詳しくは中小企業支援サイトをご覧いただくかお問い合わせください。事業名、内容、申請資格、女性額と上限、申請期間です。新製品、新技術開発費女性、内容、新製品、新技術の開発にかかる経費を一部女性、申請資格、 区内で1年以上継続して事業を営む計画がある中小製造業者。助成額300万円。上限、対象経費の3分の2。申請期間、6月14日金曜日までです。ものづくり企業、地域共生推進事業。都と区が連携し、創業環境の改善。 住民受け入れ環境の整備にかかる経費を一部助成申請資格区内に工場を持つ中小製造業者など助成額375万円上限対象経費の4分の3申請期間5月1日水曜日から31日金曜日です事業 PR 販売促進支援助成 新たな事業展開や事業強化を図るための広告宣伝、販売促進経費を一部助成。申請資格、区内の中小事業者。助成額20万円、上限、対象経費の3分の2。申請期間、5月7日火曜日から9月30日月曜日です。お問い合わせ、地域産業振興課、中小企業支援担当。 電話5498-6340番、ファ fax5498-6338 番、https コロンスラッシュスラッシュ、www.mic.city.shina.gawa.tokyo.jp、ok、です。島谷ひとみデビュー 25周年特別コンサート。1、7月27日土曜日午後7時。2、7月28日日曜日午後4時開演会場、キュリアン大ホール、大井町駅前。内容、1がバンド演奏によるポップライブ。2がクラシック編成コンサート。料金、S 席、各9800円。 A 席、各、8800円、全席指定。発売開始日、時間。4月22日月曜日、午前10時から。購入方法など詳しくは、キュリアンホームページ。https コロンスラッシュスラッシュ、www.shina-gawa-culture.com or.jp スラッシュ ,curian スラッシュ ,index.html をご覧いただくかお問い合わせください。お問い合わせ、チケットセンターキュリア、電話5479-4140番、ファックス5479-4160番です。広報品川個別配送、広報品川は 新聞折り込みのほか、区立施設、区内全駅、郵便局などで配布しています。区内在住で希望する方には、個別配送をしています。お申し込みお問い合わせ、電話かファックスで、住所、氏名、電話番号を戦略広報会お願いします。電話5742-6644番、ファックス5742-6870番です。 スマートフォンやパソコンから品川区電子申請サービスによる申し込みができます。お知らせでした。健康ガイドをお届けします。まず問い合わせ先をお伝えします。品川保健センター郵便番号140-0001北品川3-11-22 電話3474-2225番、ファックス三3 4 7 4 2 0 3 4番。大井保健センター、郵便番号140-0014、大井2-27-20。電話3772-2666番、ファックス三3 7 7 2 2 5 7 0番。エバラ保健センター、仮移転先。 郵便番号一四二の零零三一西五丹田六の六の六電話五四八七の一三一一番ファックス五四八七の一三二零番以上です。ガンの夜間相談窓口毎月開催五月十七日金曜日午後六時から八時場所お申し込み事前に連絡の上 当日直接、マギーズ東京、江東区豊洲、6-4-18、電話35、3520-9913番へお願いします。お問い合わせ、健康課、保健衛生係、電話57、5742-6743番、ファックス五5742-6883番です。思春期家族教室、 不登校、引きこもりなどの対応について学び合います。家族からの相談に臨床心理士が応じます。5月13日月曜日、午後2時から4時。場所、お申し込み、お問い合わせ。電話で品川保健センター。電話3474-2904番へどうぞ。精神保健家族勉強会。5月8日水曜日。 午後1時半から3時半。内容、社会資源について。対象、精神障害がある方の家族20人。場所、お申し込み、お問い合わせ。電話で、エバラ保健センター。電話、5487-1311番へどうぞ。難病の方のためのリハビリ教室。グループリハビリを通して体を動かす方法を学びます。 5月23日木曜日、午後1時半から3時半。対象、パーキンソン病、脊髄小脳変性症などの神経難病の方と家族30人。持ち物はタオル、飲み物。場所、お申し込み、お問い合わせ。電話で、エバラ保健センター。電話、5487-1311番へどうぞ。五月、 保健センターの心の健康専門医相談、予約制。精神保健相談、心の病気など。品川保健センター、8日水曜日、10日金曜日。大井保健センター、7日火曜日、15日水曜日。江原保健センター、24日金曜日。うつ病安心相談、品川保健センター、24日金曜日。 大井保健センター7日火曜日15日水曜日江原保健センター8日水曜日児童思春期の心の相談品川保健センター16日木曜日大井保健センター16日木曜日23日木曜日江原保健センター2日木曜日14日火曜日お問い合わせは各保健センターへどうぞ 癌検診、健康審査など、一部有料です。職場などで検診機会のない方が対象です。予約先は各検診会場です。詳しくは、区ホームページをご覧になるか、健康課へお問い合わせください。乳癌検診、予約制、受診券があります。対象、偶数年齢児34歳以上の女性。 各医師会、契約医療機関で行います。子宮がん検診、受診券があります。偶数年齢時20歳以上の女性。大腸がん検診、40歳以上の方。頭がん検診、予約制、40歳以上、喫煙者など。前立腺がん検診、55歳以上の男性。眼科検診、受診券があります。 令和7年3月31日現在、45歳、55歳の方。20歳からの検診。令和7年3月31日現在、20歳から39歳の方。以上は契約医療機関で行います。続いてご紹介する胃がん検診は、対象年齢が重なった方は、どれか一つを選択してください。 胃医学内視鏡検診予約制受診券があります。対象、令和七年三月三十一日現在、偶数年齢時五十歳以上の方、契約医療機関で行います。胃医学リスク検診受診券があります。令和七年三月三十一日現在、五十歳、五十五歳、六十歳、六十五歳、七十歳、七十五歳で、 受けたことがない方、契約医療機関で行います。胃がん、バリウム検診、予約制、受診権があります。令和7年3月31日現在、偶数年齢時40歳以上の方、各医師会で行います。肺がん検診、予約制、40歳以上の方、次のいずれか一つを選択してください。 一般コースは各医師会、契約医療機関で行います。ヘリカル CT コースは各医師会で行います。成人歯科検診、受診券があります。令和7年3月31日現在、20歳、25歳、30歳、35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、 65歳、70歳の方、契約医療機関で行います。障害者歯科検診、令和7年3月31日現在、20歳から70歳の方、各歯科医師会へ電話で事前連絡をお願いします。結核検診、予約制、65歳以上の方、契約医療機関で行います。肝炎ウイルス検診、 予約制、受けたことがない方、品川エバラ保健センター、契約医療機関で行います。お申し込み、お問い合わせ先、健康課保健衛生係、電話5742-6743番、ファックス5742-6883番です。 品川区医師会、電話は3474-5609番。江原医師会、電話3783-5168番。品川歯科医師会、電話3492-2535番。江原歯科医師会、電話3785-4129番です。健康ガイドでした。 次は、応急診療所のご案内です。行く前に必ず電話連絡を入れてください。また、受診の際は、健康保険証を忘れずにお持ちください。小児平日夜間、診療時間、祝日、休日を除く、月曜日から金曜日の午後8時から午後11時まで、受付は午後10時半まで、品川区子ども夜間救急室、旗の台1-5-8、 昭和大学病院中央棟4階、電話3784-8181番、外傷は対応できません。休日昼間夜間、診療時間午前9時から午後10時まで、受付は午後9時まで、4月21日日曜日、28日日曜日、29日祝日、内科小児科、品川区医師会休日診療所、予約制、 北品川3-7-25電話3450-7650番。江原医師会休日診療所予約制中延2-6-5電話3783-2355番。薬局海営薬局品川北品川3-11-16電話3471-2383番。 開英薬局江原中野部1-7-12、電話6426-7730番。休日昼間、診療時間午前9時から午後5時まで、受付は午後4時半まで。4月21日日曜日、内科小児科、東京シティクリニック品川、八代五の5-10-27、電話、 3790-2551番。鹿。大井町駅前、鹿クリニック。大井1-23-4。電話6809-9961番。野口鹿。中信5-3-12。電話3784-5214番。石骨。大井三又、上条石骨院。 大井3-2-2電話3775-3116番加藤整骨院旗の台310-1電話5750-3525番4月28日日曜日内科小児科藤井クリニック西大井4-15-4電話5718-1417番しか 伊藤歯科医院、大井6-1-14、電話3777-8241番。大原歯科医院、中信2-9-10、電話3781-5565番。接骨、滝沢鮫図接骨院、東大井1-1-6、電話3450-8496番。 荒川接骨院、中信4-5-21、電話3787-9520番。4月29日祝日、内科小児科、近所委員、西大の4-2-5、電話3772-1660番。歯科大森レインボーカ南大六6-17-10、 電話3764-0018番。和栗歯科医院。東中信2-10-18。電話5751-3284番。接骨。根岸接骨院。東五丹田5-26-6。電話090-6032-6189番。昭和通り接骨院。西中信。 2-9-13電話3788-7470番です。土曜日夜間、診療時間は午後5時から午後10時まで、受付は午後9時まで、4月27日土曜日、小児科、品川区子ども夜間救急室、旗の台1-5-8昭和大学病院中央棟4階、電話 3784-8181番。外傷は対応できません。重病の方は119番をご利用ください。受付時間にご注意ください。眼科救急の応急診療。日曜日、月曜日、水曜日、土曜日、祝日。東邦大学医療センター、大森病院。大田区、大森西、6-11-1。 電話3762-4151番。日曜日、火曜日、金曜日、土曜日、祝日。昭和大学病院付属、東病院。西中伸部、2-14-19。電話3784-8383番。木曜日、祝日を含む。江原病院、大田区、東雪谷がや、4-5-10。 電話5 7 3 4 8 0 0零番診療時間日曜日祝日は午前9時から翌日の午前8時まで月曜日から金曜日は午後5時から翌日の午前8時まで土曜日は正午から翌日の午前8時までなお緊急手術や重症患者対応時は診療をお待ちいただくか 他の病院を紹介する場合があります。医療機関の24時間案内東京都保健医療情報センターひまわり電話5272-0303番ファックス5285-8080番救急相談センター救急車を呼ぶのに迷ったら電話シャープ7 1 1 9番 IP 電話などは、電話3212-2323番。お子さんの急な病気に困ったら、小児救急電話相談をご利用ください。電話シャープ八8 0 0 0番。IP 電話などは、電話5285-8898番。月曜日から金曜日の午後6時から翌日の午前8時まで。 土曜日、日曜日、祝日、年末年始は午前8時から翌日の午前8時までです。以上、応急診療所のご案内でした。品川情報プラザ、講座、講演、催しです。品川歴史館、歴史講座、模型、映像制作秘話、費は、 日程、テーマです。1、6月8日土曜日、室町時代の港町。2、6月22日土曜日、江戸時代のお台場築像。3、7月6日土曜日、明治時代の鉄道開業。時間は午後1時半から3時半。対象16歳以上の方、抽選で各90人。場所、お申し込み、お問い合わせ。 5月10日金曜日までに必ず届くように、往復はがき1人1枚に歴史講座とし、希望番号、複数可能です。それから、住所、振り仮名を振った氏名、年齢、電話番号を記入して、郵便番号140-0014、大井6-11-1品川歴史館へお送りください。電話3777-4060番。 ファックス3 7 7 8 2 6 1 5番です。詳しくは品川歴史館ホームページをご覧ください。スマートフォンやパソコンから品川区電子申請サービスによる申し込みができます。品川防災学校防災区民組織コース地域防災ベーシックコース地域防災力の向上を図るために必要な知識・技能を学びます。 6月8日土曜日、9日日曜日、16日日曜日、午前9時半から午後5時。各回同じ内容です。場所、品川防災体験館、第2庁舎2階対象は18歳以上の方、抽選で各5人。お申し込み、5月10日金曜日までに品川防災学校ホームページ、アドレス、BOU、 s a i g a k k o u c i t y s h i n a g a w a t o k y o j p の専用フォームか電話でサイエンスクラフト電話六三八零の九零六二番へどうぞお問い合わせ防災か啓発支援係電話五七四二の六六九六番 ファックス3777-1181番です。第1回ファミリーサポートセンター提供会員養成講座。地域の中で子育てのサポートをしたい方向けの養成講座です。5月25日土曜日午前9時から午後4時半。5月27日月曜日午前9時半から午後4時半全2回。 場所は、平塚悠々プラザ、平塚2-10-20。内容、講義、保育園実習、普通救命講習。対象、区内在住で20歳以上の方、先着で15人。費用1500円。テキスト代としてかかります。お申し込みお問い合わせ、5月11日土曜日までに必ず届くように、電話か、往復はがき、ファックスで、 口座名、住所、振り仮名を振った氏名、年齢、性別、電話番号、受講の動機を、平塚ファミリーサポートセンター、郵便番号142-0051、平塚2-12-2、電話5749-1033番、ファックス五5 7 4 9 1 0 3 6番へお願いします。 ホームページから申し込み書のダウンロードもできます。星薬科大学公開講座先端科学創造シンポジウム5月16日木曜日午後3時半から5時場所星薬科大学エバラ2-4-41内容がんを予防し健康寿命を延ばそう対象16歳以上の方抽選で100人 お申し込みお問い合わせ、5月5日祝日、化身有効までに、往復はがきに口座名、住所、振り仮名を振った氏名、年齢、電話番号を記入して、郵便番号140-8715、品川区役所、文化観光戦略課、障害学習係へお送りください。電話5742-6837番、ファックス五5 7 4 2 6893番です。スマートフォンやパソコンから品川区電子申請サービスによる申し込みができます。シニア向けスマートフォン教室。初級講座、基本操作から学ぶ。毎月第2第4木曜日、午後1時半から2時半、全2回。個別相談、毎月第1木曜日、午後1時半から2時。 午後2時から2時半。いずれも対象は区内在住で60歳以上の方。場所、お申し込み、お問い合わせ。電話で平塚悠々プラザ、平塚2-10-20、電話5751-7070番、ファックス5751-7069番へどうぞ。公園で愛犬と一緒に楽しむための 愛犬、しつけ教室。5月11日土曜日。1、午前9時半から11時半。2、午後1時半から3時半。場所。1が品川中央公園、西側エリア。下新名駅側。2が東品川海上公園、東品川3-9。内容。警察犬、訓練士による 障害物訓練、実技指導、質疑応答ほか、ドッグラン体験があります。小型、中型犬のみです。対象、飼い主と犬のペア、先着で各20組。お申し込みお問い合わせ、電話で品川中央公園管理事務所、電話5740-5037番、FAX 5740-5044番へどうぞ。春季品川区囲碁大会。5月19日日曜日午前10時から。受付は午前9時半から。場所、中小企業センター。西品川1-28-3。対戦方法、気力別個人戦。対象、区内在住、在勤、在学の方。一 大会80人程度。2、体験試合。救急未満の方10人程度。抽選です。費用。1が1000円。2が500円。お申し込みお問い合わせ。5月7日火曜日、化身有効までに、往復はがきに囲碁大会とし、希望番号、住所、振り仮名を振った氏名、年齢、電話番号、気力、 段9の自己申告を記入して、郵便番号140-8715、品川区役所文化観光戦略課、文化観光戦略担当へお送りください。電話5742-6835番、FAX5742-6893 番です。スマートフォンやパソコンから品川区電子申請サービスによる申し込みができます。 五反田文化センター5月のプラネタリウム土曜日曜祝日などに開催しています。詳しくは五反田文化センターホームページアドレス shinagawa-gotanda-pla.netarium.com スラッシュをご覧いただくかお問い合わせください。 1. 1お昼のくつろぎプラネタリウム。水曜、木曜の午後0時35分から0時50分。2. 特別投影、林漢字の星空散歩。5月18日土曜日、午後3時半から5時。対象、小学生以上の方、先着で86人。費用300円、小中学生100円。3. 天体観望会。春の大三角。5月24日金曜日。午後7時から8時半。対象、小学4年生以上の方、抽選で40人。いずれも、場所、お申し込み、お問い合わせ。1は当日、直接、五反田文化センターへ。2は、4月21日日曜日。午前10時から、電話で、 五反田文化センターへお願いします。3は5月14日火曜日までに必ず届くように品川区電子申請サービスか往復はがき1枚4人まででイベント名、住所、電話番号、参加者全員の振り仮名を振った氏名年齢、小学生は学年を記入して郵便番号141-0031 西五丹田6-5-1五丹田文化センターへお送りください。電話3492-2451番ファックス3492-7551番です。なお、3は小学生以下の場合は保護者が同伴してください。定員に満たない場合、3は5月16日木曜日午前10時から電話で受け付けます。先着順です。 品川早川ふるさと交流第44回南アルプス早川山歳祭り5月3日祝日午前9時から午後2時頃場所町民スポーツ広場山梨県早川町交通下辺温泉駅からバスでおよそ30分内容物産展歌謡ステージ清涼中学高校 吹奏楽部演奏。展示販売ほか。お問い合わせ。早川町振興課。電話055645-2516番。品川区総務課総務係。電話5742-6624番。FAX3774-6356 番です。新緑の文化財巡り。大井の文化財と品川歴史館見学会。 5月25日土曜日午前9時半から正午、小雨結行です。コース、西大井駅、伊藤博文墓所、旧伊藤港別邸門扉伊藤港別邸跡、大森海図解析庭園、品川歴史館、およそ3キロ、徒歩です。定員、抽選で40人、費用50円、保険料、お申し込みお問い合わせ、 4月26日金曜日、化身有効までに、往復はがき、1枚2人までに、文化財巡りとし、参加者全員の住所、氏名、年齢、電話番号を記入して、郵便番号140-8715、品川区役所、書務課文化財係へお送りください。電話5742-6839番、FAX5742-6890 番です。 スマートフォンやパソコンから品川区電子申請サービスによる申し込みができます品川情報プラザ講座講演催しでした区民交通障害保険の加入者を募集しますをお伝えします自転車に乗る方には自転車運転中の事故で怪我をさせてしまった場合などの損害を賠償できる保険 いわゆる自転車賠償保険への加入義務があります。現在、自転車事故での損害賠償責任に備えることができているか、ご自身の自転車賠償保険への加入状況をご確認ください。対象は、令和6年7月1日時点で、区内在住、在勤、在学の方。保険期間は7月1日月曜日から、 令和7年6月30日月曜日の1年間です。受付期間は5月1日水曜日から6月28日金曜日。お申し込み先は、ゆうちょ銀行を含む区内金融機関。受付方法は、区内金融機関に設置の加入申し込み書に保険料を添えて提出してください。コースの種類です。 全コースに被害事故保障、最高保険金額600万円を自動セットします。令和6年度から保険料が改定されます。自転車賠償保険付帯コース、当条例加入義務対応、コース名、最高保険金額、交通障害と自転車賠償、一時払い保険料の順にお伝えします。 コース、XJ コース、交通障害35万円、自転車賠償1億円、一時払い保険料1500円、AJ コース150万円、1億円、2200円、BJ コース350万円、1億円、3000円、CJ コース600万円、 1>, 1億円、4300円。交通障害コース。こちらのコースは、自転車賠償保険には対応していません。コース名、最高保険金額、交通障害、一時払い保険料の順にお伝えします。A コース、交通障害150万円、一時払い保険料1200円、B コース、 350万円、2000円。C コース、600万円、3300円。保険金をお支払いする主な場合。自転車賠償。自転車運転中、車に傷をつけた。自転車運転中、他人に怪我をさせた。交通障害。車にはねられた。車を運転中にぶつかり、怪我をした。 車が衝突し、怪我をした。自転車で転倒して、怪我をした。自転車賠償保険への加入がまだお済みでない方。区民交通障害保険は、区が保険契約者となる保険事業です。この機会に、ぜひ、加入をご検討ください。引き受け保険会社、損害保険ジャパン、公務分教営業部、東京公務課、 郵便番号160-8338東京都新宿区西新宿1-26-1電話番号03-3349-9666番土曜日日曜日祝日を除く午前9時から午後5時です詳しくは区ホームページか金融機関や地域センターに設置するリーフレット 5月1日より配布予定をご覧ください。記事承認番号 SJ23-16609 承認日令和6年4月1日お問い合わせは地域交通政策課交通安全係電話番号5742-7660番ファックス5742-6887番です。 区民交通障害保険の加入者を募集しますをお伝えしました次は品川情報プラザ募集です中堅所得者向け区民住宅ファミーユ入居者募集 主な申し込み要件。単身者向け。申し込み時点で65歳未満。区内在住か在勤。在勤予定含む。所得が定められた基準の範囲内。空き室は数個です。空き室がなくなり次第、募集を終了します。区営住宅ではありませんので、ご注意ください。詳しくは、 品川宅建管理センターホームページホームページアドレス SHINAGAWA-TAKKEN-KANRI.CO.JP スラッシュをご覧くださいお問い合わせは品川宅建管理センター電話5749-8661番 住宅課、住宅運営担当。電話5742-6776番。ファックス5742-6963番。自主グループ講師派遣制度。利用団体募集。自主グループが実施する学習会などの講師謝礼の一部を区が負担します。内容は六月三日月曜日から令和七年。 2月28日金曜日に実施する学習会、講習会の講師謝礼の一部、1団体年1回上限1万円を助成します。対象、定員は、令和6年3月31日日曜日までに、社会教育関係団体に登録し、申請時に登録期間内にある55団体、こちらは先行です。 お申し込みお問い合わせは5月7日火曜日消し印有効までに各申請先で開付する申請書を文化観光戦略課文化観光戦略担当郵便番号140-8715品川区役所第二庁舎6階電話5742-6836番ファックス七四二の六八九三番へ 郵送かご持参ください。文化センター、八潮地域センター、八潮5-10-27、コミュニティプラザ八潮、八潮5-9-11は持参のみ受付です。東京都立城南職業能力開発センター、7月生募集。休職中や転職希望の方などが働くために必要な知識や、 技能を習得するための施設です。場所、お申し込みは、4月22日月曜日から5月23日木曜日に、直接、ハローワーク品川、港区芝5、5-35の3加、東京都立城南職業能力開発センター、東品川3、3-31-16へ、見学会を4月25日木曜日、 5月9日木曜日、16日木曜日、21日火曜日、午後2時から12時間程度開催します。詳しくは、東京都立城南職業能力開発センターホームページ。アドレスは、www.hataraku.metro.tok.、Ok. y o.lg.jp スラッシュ vsdc スラッシュ jonan スラッシュ index.html をご覧ください。お問い合わせは、地域産業振興課中小企業支援担当電話五四九八の六三五一番ファックス五四九八の 6338番です。子育て自主グループ支援事業、利用グループ募集。乳幼児から思春期までのお子さんの保護者を対象とした子育て学習会などを区に代わり開催するグループを募集します。内容は7月11日木曜日から令和7年3月10日月曜日に講座、学習会を開催するグループに委託料、 一団体年2回上限各5万円を支払い。対象、定員は、次のすべてに当てはまるグループ5団体、こちらは選考です。5人以上で構成され、代表者と半数以上が区内在住、在勤、在学である。乳幼児から思春期の子供の親が会員となり活動しているか、 子育て支援などの活動をしているなど。お申し込み、お問い合わせは4月22日月曜日から12月13日金曜日、筆着。に、子ども育成課、児童センターで配布する申請書を、子ども育成課、在宅子育て支援係、郵便番号140-8715、品川区役所第二庁舎7階、電話 5742-7104番ファックス5742-6351番へ郵送かご持参ください詳しくは区ホームページをご覧ください申請書は区ホームページからダウンロードもできます職員募集品川区清掃事務所会計年度任用職員短期募集任用期間7月から9月 勤務場所、品川区清掃事務所、大崎1-14-1ほか、職務内容、清掃作業などのうち、定型補助的な職務、勤務日時、日曜日を除く、午前7時10分から午後4時25分の間の7時間45分、勤務期間や日時は、大相談、報酬、時給1587円、 交通費は区の規定に基づき支給します。対象、定員は、健康で体力のある18歳以上の方、10人程度。こちらは先行です。高校生は不可。お申し込み、お問い合わせは、5月17日金曜日、筆着までに。申し込み書を品川区清掃事務所事業係、郵便番号141-0032。 大崎1-14-1電話3490-7051番ファックス3490-7041番へ郵送かご持参ください。募集案内お申込み書は区ホームページからダウンロードできます。品川情報プラザ募集でした。 続いてシニアニュースです。65歳以上の方を対象としたお知らせや講座などの情報です。東京都シルバーパスのお知らせ。70歳以上で希望する方に都内バス、都営地下鉄、都電などが利用できる東京都シルバーパス有効期限9月30日をバス営業所などで発行しています。料金は 令和6年度の住民税が課税の方、1万255円。令和6年度の住民税が非課税の方、1000円。令和6年度の住民税が課税でも、5年中の合計所得金額が135万円以下の方は、1000円で購入できます。令和6年度の住民税の付加決定が行われるまでの間、4月から6月頃は、 5年度の書類でで代用できます発行窓口や提出書類については東京バス協会へお問い合わせください東京バス協会電話5308-6950番お問い合わせは高齢者地域支援課高齢者活動支援担当電話5742-7671番ファックス 5742-6882番。初めてのスマホ体験教室。6月コース募集。スマートフォンの基本操作を体験しながら学べる入門コースです。フレイル予防の講座や介護予防体操も行います。各全4回です。コース、日程、会場の順にお伝えします。初めて講座。 電源の入れ方や文字入力など。一、6月4日から25日の火曜日、東品川悠々プラザ、東品川3の32の10。二、6月7日から28日の金曜日、大井三丁目、高齢者憩いの場、大井3の17の16。基本アプリ講座。 地図アプリや LINE の操作など。丸三6月3日から24日の月曜日。旗の台、シルバーセンター。旗の台、4-13-1。丸四6月5日から26日の水曜日。平塚橋、悠々プラザ。西中延、1-2-8。時間は午前9時30分から11時30分です。 対象、定員は、区内在住でスマートフォンを持っていないか、ほとんど使ったことがない60歳以上の方。丸1、丸3、丸4、各10人です。丸2は6人です。こちらは抽選です。費用は各1000円。教材費です。お申し込み方法は、5月7日火曜日,日、必着までに、電話か、はがき、ファックス、 一人一コースで、希望番号、会場名、住所、振り仮名を振った氏名、年齢、電話番号を、品川区、スマホ体験教室、よるず相談事務局、郵便番号35、351-0101、埼玉県和光市白子、1-3-40-4回、フリーダイヤル01、0120-616-614番、 土曜日、日曜日、祝日を除く午前9時から午後5時、ファックス0 4 8 4 6 1 8 4 8 6番へ、スマートフォンはご持参いただくか、受講中に限り無料で貸し出します。スマホよろず相談、開催曜日と会場をお伝えします。月曜日、旗の台シルバーセンター、旗の台 4の13の1。5月は休止。火曜日、東品川悠々プラザ。東品川3の32の10。水曜日、平塚橋悠々プラザ。西中延1の2の8。木曜日、大崎悠々プラザ。大崎2の7の13。6月は休止です。金曜日、大井三丁目。 高齢者憩いの場、多い3-17-16。時間は午後1時から4時、1人1回30分まで、事前予約優先です。対象は、区内在住でスマートフォンに関する操作や疑問などを相談したい60歳以上の方。お申し込み方法は、電話で品川区スマホ体験教室、よろず相談事務局、フリーダイヤル、 0120-616-614番土曜日日曜日祝日を除く午前9時から午後5時へ開催日時は各会場で異なります詳しくはお問い合わせくださいお問い合わせは品川区スマホ体験教室よろず相談事務局フリーダイヤル0120-616-614番 ファックス零四0 4 8 4 6 1 8 4 8 6番高齢者地域支援課高齢者活動支援担当電話5742-7671番ファックス五5 7 4 2 6 8 8 2番シニアニュースでした おしまいは、リサイクルゴミコーナーです。ご協力ください。拠点回収、古着、古布、配色用油、不要ゲー度、小型家電、携帯電話、スマートフォンなど、5月11日土曜日、25日土曜日、午前10時から正午、小学校など31カ所です。小学校、台場、三継、 第一日野、第三日野、後路寺、小山、第二縁山、大原、鈴鹿森、浅間台、京葉、城南大二、立ち合旗の台、大井第一、縁山、宮前、宝水、伊藤、源氏前、小山台、日野、伊藤、 応用の森学園、地域センター、品川第一、大崎第一、大井第二、八尾、マイスクール西大井、旧大井第三地域センター、区役所、品川区清掃事務所、雨天ん結構です。回収時間外に回収品目を施設に置いていく行為はおやめください。時間外に、 学校などでのお預かりもできません。家庭用生ゴミ処理機の購入費一部助成。スマートフォンやパソコンから品川区電子申請サービスによるお申し込みができます。詳しくはお問い合わせください。リサイクル情報誌、くるくる、1日発行。譲りたいもの、譲ってほしいものを紹介。区施設などに置いてあります。 6月号の掲載は5月20日月曜日までに電話かファックスでお申し込みください。スマートフォンやパソコンから品川区電子申請サービスによるお申し込みができます。フリーマーケット出店者募集5月3日祝日、午前10時から午後2時、不天の場合は4日祝日です。募集数は20点。 出店料は600円です。場所、お申し込みは、当日、直接品川区民公園、葛島3-2へどうぞ。お申し込みは、品川資源リサイクル推進会。担当は森本さん。電話、3763-7613番。お問い合わせは、品川区清掃事務所。郵便番号14、141-0032。 大崎1-14-1電話3490-7098番ファックス3490-7041番です。リサイクルゴミコーナーでした。 これで今回の内容はすべておしまいです。いかがでしたでしょうか今回のアナウンスは、ま野めももこ、田山ようこでお送りいたしました。また次の声の広報でお会いいたしましょう。ごきげんよう。さようなら。